成人の日に横浜市の会社と契約したブリが届かず、晴れ着を着られない新成人が、継いだ問題で、被害に遭った人に無料で、物を貸し出し、食事付きのクルーズに真似するイベントが、来月、横浜市で開かれ、ことになりました。横浜市中区日本がある、晴れ着の販売などを行う会社で、日が突如休業し、成人の日の今月、日、新成人が事前に購入したりレンタルたりした振袖が着付け会場に届かず、レ着を着られない新成人が相次ぎました。この問題を受けて、各地で支援の動が広がる中、お笑いコンビ、キングコンの西野亮廣さんの呼びかけで、成人式、日に晴れ着を着られなかった新成人など、50人が、無料でナイトクルーズに招待、出ることになりました。参加者は、月、日に貸し出された着物を着て記念と、おった後、横浜港から食事付きのクルーズ、出発するということです。イベント、協力する東京の着物レンタル、手掛ける社、和心では、参加者に無で晴れ着、貸し出すことにしています。の会の執行役員、若月真奈美さんは、ニュースを、いて信じられない気持ちでした。着物を、慣れなかった皆さんの気持ちを思うと心しかったので、イベントを楽しんで人の、髪や着物を着る楽しさを知ってもらえ、